で、その先に頭陽高校行くんだけど、この選択肢は望んでいたのか、他に行きたいところがあったのかっていう。いや、望んで行きましたね、うん。私立とか強豪校に行くっていう選択肢はあったんですけど、あんまり行きたくなくて。それはなんか理由があったの？寮にはまず入りたくなかったんで、寮は嫌だなっていうのと、うん、まあ、上下関係嫌だなっていうのと、うん、まあ、家から通いたいなっていうのがあったんで、うん、公立、うん、お金もかかんない方にしようっていう、うん、そこまでのあれがないだから。3年間で一番良かった成績って？選手権は本当に32人ぐらい。その時ってプロとか意識してたり？全然無理でした。全然？全く。県32なんですか。まあ、チーム的にはそうかもしれないけど、伊藤選手の意識的にいつかっていうのもまだなかった。いや、でもいつかなりたいっていうのはありましたけど、うん、高校では 100% 無理だったんで、うん、大学をどうしようっていう感じでした。うん、